当にありがとうございます。Thank you very much for your support, for supporting me for the last 20 years. 昨年 AX に僕出演をいたしました。会員会をしたんですけれども、その時たくさんのファンの方たちがお集まりになってくださったことを非常に嬉しく思っています。でその時、来てくださったお客さん、昔子供の頃にブリーチを見ていたという人がたくさんいました、ものすごく巨漢の大きなこれぐらいの大きな人が僕の前に来ました。対応して握手をするとその人が泣いてるんです。もう地暖房みたいな大きい人ですよ。それでなんで泣いてるのかを聞いたら、僕はブリーチを見て一語を知って人を守るということを学んだと言っていました。なので将来大人になったら僕も人を守る仕事がしたいというふうに思っていたと言っていました。その彼の今の仕事がファイアーファイターです。その他にも看護師になった方もいました。ということを教えるために先生になったという人もいました。20年このブリーチをやってきて20年黒崎一護を演じてきてこれほど嬉しかったことはありませんでした。この20年間の間に皆さん一人一人の心の中に黒崎一護だったり朽木ルキアだったり牛田瓜生だったりいろんなキャラクターが、心の中に息づいているんだと思います。第3シーズンの総北端もそうですが、今後待ち受けている第4シーズンに向けて、僕たち一生懸命やって皆さんの心に生涯残るような作品にしたいと思います。ぜひ最後まで応援をしていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。